アジア大会で大きな経済効果があってチャイナが復活とかですね、いろいろ面白いこと言ってる人いましたけど、むしろですね、泣き面に蜂みたいなことが起こっております。これね、ロイターが伝えてるんですけれども、自然災害がですね、まあチャイナね、今年相次いでます。地球の悲鳴ですかね。記事によるとね、中国自然災害による直接経済損失は約420億ドルだそうです。1月から9月ですね。中国政府は8日、豪雨や地滑り、異常降氷、相次ぐ台風襲来などの自然災害で、1月から9月に3082億9000万元、ドル換算で420億ドルです。ってことはこれあれ ?60 兆円ぐらい、すごいですね。の、直接的な経済損失が発生したと、明らかにしたということです。当局はですね、この期間に災害による死亡と行方不明の報告が499人となっているほか、本当って感じですけどね。275万人以上が避難、移転を余儀なくされ、影響を受けた人も8900万人以上、約1億人ですね、以上に上るということを明らかにしたと。これは厳しいですね。泣きっ面に蜂だよね。本当に不動産が低迷している中にですね、まあ10年に一度、100年に一度といったぐらいの規模の台風がまあ連続して襲うということで、まあ農業では米、大豆、トウモロコシの作柄が打撃を受けて、インフレ懸念が拡大していると。まあチャイナね、今デフレだと言われているんですけれども、まあそういう生活必需品はね、足らなくて値上がりしてしまうという。まあ結構ね、厳しいかなと。そんな中ですね、まあチャイナね、このまあ不動産問題ね、問題はむしろ深刻化する方向でね、何も対策が打てていないということでございます。まあ途中でもね、私まあ言いましたけど、不良債権の処理をね、しっかりやらないことにはですね、次のステップには進めないと思うんですね。日本でこの処理をやったのは、まあ竹中平蔵さんですけれども、チャイナにもね、竹中平蔵さんみたいにね、まあ自分が嫌われてもね、この不良債権の処理をして、ね、お国のために頑張るという人がいないとですね、まあなかなか厳しいんじゃないかなということでね、実際チャイナもですね、まあロシアと同じでね、優秀な人はバンバン海外逃げちゃってますよね、今ね。実業家もね、才覚ある人がさ、どんどん海外に逃げていくと、これやっぱチャイナの将来暗いのかなと。でそうやってね、こう経済が落ち込んでくると、経済がもうおかしくなってしまう前に一発勝負だーみたいなのも出てきますので、台湾情勢非常に危ないですから。前闇鍋ジャーナルで、まあ名前日本ジャーナル変わりましたけどね、あれでもまあ解説した通りね、台湾をこんな風に攻撃するみたいな準備もですね、着々と進めているところでございますので、日本もね、来年ほんと明日はウクライナね、明後日はイスラエルかみたいなね、まあそんな感じなんでね、皆さん覚悟をね、麻生さんの言う通りですよ。日本人も覚悟を持たなきゃいかんなというふうに思いました。はい。ということで、今日内容面白いなと思った人は、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録。さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks! これ、Thanks! ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!